はい、寒いですね、1月の6日となりました。明日までで一応松が取れる、まあ定義的には1月ずっとお正月なんですけれども、まあ、一区切り明日でつく形になるわけであります。この寒い中、今日から仕事始め、私もだったんですけど久しぶりに仕事始め行きました、だったんですけども、でも新宿に来てみるとかなり人出が多くてちょっとびっくりいたしました。しかも、リーマンの帰り支度してるってわけではなくて一般のお買い物客、家族連れが意外と多いということに結構びっくりいたしました。なんかあったかなと内心思いながらも、まあわかんないからいいかと現状しておるわけであります。さて、そんな生活を賄っていくためにでありますね。産経新聞の記事、まあ、出典はどこかまで読み込めてないので、ここは割愛いたしますが、4人家族で必要なのは1ヶ月48万円。京都総評の試算だそうです。あ、いや、京都が試算してるんですね。48万円か、辛いなと自分の給与明細を見て思ったのが一つで、一方でここで不思議なんですけど、普通の生活って何でしょうか。普通って何でしょうか。この記事の中で普通の生活として定義されているものは、次のような内容として、1月から3ヶ月に日帰りの行楽を行きます。1年に1度で旅行に行きます。数ヶ月に1度理容室を利用します。中古の乗用車を所持してます。子供が塾に行ってます、みたいなことが書いてあるんですが、レジャー行き過ぎじゃねって内心思いつつ、これ普通だっていうよりも一昔二昔前の普通ですよね。これ今の普通の、私も30代です。30代の方たち、家族がいるいないに問わず自分の生活が普通と思っているならば、その生活の中でやっている作業というのがやはり普通なんですよね。普通とは何か、普通とは何かです。別にそれを押し付けろとは言いませんし、それを目指すのは大いに結構です。ぶっちゃけ普通ってのはアベレージなんですから、上と下に半分ぐらいずつ人間がいるわけですね。その普通にたどり着けない人と通り過ぎてる人がね。最近は格差社会などと言われます。昔はです、その普通のエリアに人がいっぱい寄っていたからそんなに気にならなかった。今は違います。普通からかなり下がったところに山が一つ、普通からかなり上がったところにもう一つ山が一つ。もちろん山は下の方がでかい。なぜか上の方が金使うからですね、羽振りがいいからですね。それが今の日本の社会です。そんな中で普通の生活するのにはいくら必要だとか声高に叫んだところで、そら薄ら寒いことになるのは当たり前だと私も思います。少なくても私はこの普通とやらに届いておりません。はい、3割以上届いてません。でも生きてます。生活できてます。何も困っておりません。これ何も困らないっていうのは先人の日本人の皆さんにありがとうって言いたいですし、今支えてくれてる公務員の人たち、解体の人たちにありがとうって言いたいですけれども、でもです、でもこんな統計が出てくる時点で違うだろうって思っちゃいますね。はい、どんどん金がかかる、子育てに金がかかる、老後に金がかかる、なことは分かってますよね。だけどです、それをしなくてもいい落ち着ける世の中にならないと、人は、いえ人間という種は、
日本人という種は種としての生産的活動を怠るのではないかと、実際怠っている私が切に訴えたいところでございます。別にこの48万円に届けと声高に言うわけではありません。皆さん、子供にどこまで行かせたいか、自分はどこまで行きたいか、自分はどうありたいか、私は正直考えてませんが、ただ青写真くらいはあるつもりです。将来有事的に一人暮らしができていれば別にいいかと思ってます。子供も女房もいりません。それで大いに結構と私は思っております。ですからです、皆さんも、それではいけないと思ってますよ、思ってますけれども、でもです、現実がそれを打ち返してしまいますね。そして今の誘惑の多い現代社会において、果たして子供のために、家族のために身を削って働ける和光度がどれだけ存在しているのでしょうか。私はすごく疑問であります。私だけではなく、少なくても私と同じように4日間を過ごしたであろう75万人の人々は似たような感覚を持っていたことでしょう。そんなのがいるというのが、75万人ってことは120、30人に1人はそう思ってるっていうことですよね。しかも野郎が多いんだから、その相方の女性陣には当然ありつけないという話になってしまいます。で、女性は女性で仕事をしてしまうと、よく長谷川代表がおっしゃってますが、仕事をして安い給与で働いて、女性の方が多くいる、派遣で多く働いていらっしゃる方がいる。でもそれで結婚したからってどうにかなることは決してない。なぜか野郎側にも収入がないからですよね。収入を上げろとは言いません。収入は勝手に上がって、無理に上げて、没落したというか、没落しかけている結果が横に見えているわけです。あえてやる必要はないとは思いますが、でも報いわれるということを会社は示すべきです。貯金にばかり、内部留保にばかり金をつぎ込んでないで、少しは従業員の生活、社員の生活に回していただいて、先ほど申し上げました普通の生活に届かないまでも、そこに人差し指1本くらいは引っ掛けられるように、この日本がなってほしいなということを言わせていただいて、1本目締めさせていただきます。ありがとうございました。